4分け3敗、今日が森保ジャパン20試合目、今キックオフされましたキリンチャレンジカップ2019。繋がって中には大迫、ファーサイドには中島いるがゴールキーパー抑えました。さあ来た、ファーサイドに南いる、南野がいる、いや最後大迫、長友から大迫、ロシアワールドカップで活躍したコンビから先制点が生まれました。森保ジャパンに7ゴール目が生まれました。大迫前半の23分、ジョーさんこれ左足で合わせましたね最後。そうですね、ちょっと小幅を、はい、大きくして、うまく中島見えていた、坂井宏樹折り返した、南野決めた、坂井から南野、大迫が決めれば新しい世代リオオリンピック代表にも名を連ねた南野、森保ジャパン6ゴール目。証ですよね。はい、そうですよね。球際しか来てますから、それを逆利用するという、はい、この駆け引きって、まあ、一世代前の代表には人数のバランスを考えていく、はい、そういう形すごく。ワンタッチやって